こんにちは。今回は地下鉄烏丸駅にいます。今回は烏丸線に乗って京都まで向かいたいと思います。さあ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 、電車乗りたいと思います。10系ですね。11編成。お、開いてた。開いてた。お忘れ物にご注意ください。ガラスの向き、ガラスの向きです。地下鉄東大線は踊り替えです。最初ご注意とございます。ガラス線、市場京都方面、武田行き発車いたします。ご注意、中へとお進みください。扉を閉めます。ご注意ください。駆け込み乗車は危険ですので、お止めください。さあ、烏丸駅から発車しました。皆様のご協力をお願いします。京都へ向かいたいと思います。エレベーターはホーム前寄りにあります。The next stop is Shijo, station number K09. Please change here for the Hankyu line. ダブル教育の予備校、四谷学院。不動産と三井のリハウス、京都市場センター。ブルーベリーアイの若さ生活は次でお降りください。はい、市場駅到着しました。すいません。さあ、次はですね、五条駅という地下鉄の駅でございます。五条駅到着したところです。扉を閉めます。ご利用ください。
さあ次はですね、京都。京都です。次は京都です。新幹線、JR 線は次でお乗り換えです。下京区総合庁舎、京都市立芸術大学、キャンパスプラザ京都は次でお降りください。エレベーターはホーム前口の後ろ寄りにあります。The next stop is Kyoto. Station number K11. Please change your seat in the JR line. 美容外科、美容皮膚科のベリー形成皮膚科クリニック。技術者派遣紹介のオフのエキスパートエンジニアリングは次でお降りください。お客様にお願いします。混雑時には大きな騒ぎやリュックサックは体の前でお持ちいただくか、網棚をご利用ください。京都、京都です。新幹線、JR 線は、よし。さあ京都駅に到着しました。はい、京都駅に到着しました。はい、というわけで京都駅に到着しました。新型車両20系は来なかったので、今日は10系の更新車両を乗れてよかったと思います。これで動画を終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。